こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、日ぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。さて、先日こういう質問がありました。離婚した夫は長男だと、後々息子に仏壇ごとが来ないか心配、要は息子さんへの影響っていうことですね。で、離婚した夫ってことは、私がいたとして、元夫ってなるわけですね。で、元夫との間にできた長男だと思うんですけど、息子ってことはね。で、元夫も長男だと。で、後々、息子に仏壇ごとが来ないか心配ですって言ってるんですけど、後々というより、もうこの子が生まれた時から、この元夫のところの、この先祖、要は指示から上ですね。上からのものっていうのは、この長男さんは受けてます。で、今、元夫が、生きてるから、ここで止まってるんですけど、ここのお家に不足がいっぱいあると、こっちが亡くなった時点で、どさっとこっちの肩に乗っかかるみたいなイメージです。で、この、要は仏壇ごとが来ないかっていう、のっていうのは、多分基本的なことっていうのがあって、この自分と元夫が別れたとしても、この長男、まあ自分の息子ですね。で、今私多分話聞いてたら長男って思うので長男って入れましたけど、この長男、この元夫にとって長男になるんじゃないかなと思うんですけど、もし違っていたとしても、男はお父さん側の種側の影響を受けます。これは親が離婚しようが、親が別居しようが、親が片っぽなくなろうが変わらないです。なので、この元夫が長男だったら、ここの親、こっちのお父さんとお母さんの仏壇、まあ生きてらっしゃるかもしれないですけど、このお父さんとお母さんの仏壇持ちますよね。で、これはもしこの方にとって長男だったら、こっちにそのまま持ちます。で、この自分自身が再婚していなければ、ここの仏壇に入ります。で、それを息子さんが見ます。で、後々息子に来ないかって言ったら、来ます。来る。これ。大きくある。で、よくこのパターンであるのが、離婚した時に名前を自分、女側の名字にしたっていうのがあるんですけど、この息子は、種はもちろん父じゃないですか。で、父方の、影響を大きく受ける。影響を大きく受けるので、簡単に言ったら、この私が比嘉さんだとしますよね。旧姓ね、旧姓が比嘉さんだとして、こっちが金城さんだとしますよね。沖縄よくある名前ね。で、結婚してた時はもちろん私も金城なわけじゃないですか。で、息子さんももちろん金城として生まれてると。で、離婚しましたって言って、この息子が比嘉を名乗る、自分も比嘉になるっていうのがあるんですけど、これ名前が比嘉になっただけで、中の血とか種は金城ですよね。ここをみんな間違えてるんですよ。目に見えるものが比嘉になっただけで、この子を形成してるものっていうのは金城なんですよね。で、比嘉にしましたって言っても、この子は金城の仏壇見ないといけないってなるので、これうちのムークがそうだったんですね。あの娘の夫がね、私から言ったらムークになるんですけど、このパターンだったんですよ。で、私は結婚する条件で、あなたは近所のお家の人だから、男だから、それも長男だから、近所、私は比嘉に自分の娘を嫁に行かせるんじゃないと。で、近所に嫁に行かせるから、名前を書いて出直してこいって言いました。で、これ特例なんですけど、親が離婚して、離婚した場合、20歳、20歳の誕生日から
20歳最後の日まで。最後の日までであれば、自分の親、お父さん側、お母さん側の名前になってたとしても、お父さん側の、名前に変えることができるんですね。名字を、父方に変えることができる。一応、二十歳過ぎても、こっち側の名前にするっていうのに、一応やり方はあるんですけど、すごいややこしいんですよ。なので、親が離婚した子っていうのは、二十歳から二十歳の最終日の日、名字を父方に変えることができるっていう特例を知っていたので、うちのムークの場合は結婚したいって言ったのが二十歳だったんですよ。なので、出直してこいって言って、金城って名前変えさせて、うちの娘は金城に嫁に行かしました。で、こっちの場合、うちのムークの場合は、お母さんはこの比嘉のママなんですけど、このお母さんも再婚していなければ、前の旦那のところの仏壇に入るんですね。そこって、じゃあなんでなのって言ったら、この人が再婚したらそこのお家ですよ。この人って一回この比嘉家から出て結婚してるじゃないですか。なので、比嘉家には戻れないんですよ。で、こっちと結婚しますって言って、こっちと結婚したんだけど、離婚したんだけど、最終の、簡単に言ったら最終の席がこっちにある。でも、もしこっち結婚してなくても子供ができたらこっちに行くんですよ。ちょっとややこしいよね。なので、離婚した夫は長男であって、息子への影響、長男じゃなくても息子には影響はあります。仏壇ごとは来ます。で、なので、この お父さん側、父方っていうのに、ちゃんとこの息子の名前を変えないといけないだろうし、じゃあ変えなくてもいいんじゃない今更っていう人がいるんですけど、じゃあもし変えなかったら何が起こるかって言ったら、金城の仏壇を名前が違う比嘉っていう息子が持つことで、それを毎回手を合わせるために全部説明するんですよ。要は私は金城家の誰々の長男なんですけど、父の誰々と母の誰々が離婚して、母方の名前の比嘉を名乗ってますと。なので、種は金城なので、そのまま仏壇を持たせていただきますけど、自分の名前は比嘉になってますっていう詫び。名前が違う詫び。名前が違う詫びを入れるんですね、金城にはね。で、比嘉には、名前を、使わせていただいている恩がありますよね。恩の拝み。恩拝みをしないといけないんですね。なので、普通に金この子が金城だったら、自分たちのこの親のことだけ別に詫びも入れない、こっちの恩拝みもしないでもいいんですけど、この比嘉を名乗ることで、この息子は、やらなくていい拝みが2つ増えるって言ったら分かりやすいですか？になっちゃうんですね。なので、私も1回離婚してますけど、私、娘が2人だったんですけど、この娘は名前、元夫のままで変えませんでした。で、私も元夫の名前を名乗りました。名字をね。で、私の場合は再婚したので、今は再婚相手の名前になってます。なので、この息子への影響は大きくある。っていうか、ないとおかしい。だってこっちの子供だから。自分が産んだんだよって女は思うと思うんですけど、この息子っていうのはもう生まれた時から、このお父さんの子供っていうのはもう変わらないですよね。自分の女側の子供っていうのが変わらないのと一緒で、男側の子供っていうのも変わらないわけですよ。離婚だったりとか名前が変わっても、この、ここにはちゃんとお父さんの血が流れてて、おじいちゃん、おばあちゃんの血が流れててっていうのなので、そこをちゃんと正してあげないと、こっちに知らせが来るっていうのは大いにあることです。で、それを分かってらっしゃる人は、離婚しても、この息子をちゃんと元夫のところの、おがみを生かしたり、しみ、お盆、正月とかっていう節目節目っていうのは、ちゃんと元夫側のところに手を合わさせて、生かせて、いたりとかっていうのはよく聞きます。ただこういう話って、元夫のところに生かしてるよねなんて話ってあんまりしないじゃないですか。なので、あんまり表には出てこないんですけど、実際そうですね。
で、私も元夫がいるじゃないですか。私も元夫のお父さんとかさ、元気なので、その上、おじいちゃんとおばあちゃん、おじいちゃんとおばあちゃんのところの、私から言ったらおじいちゃんとおばあちゃんのところの仏壇には私行ってます。なぜかというと、男じゃないよ、うち息子は今の旦那との子供だか、前の旦那との子供、女の子二人ですよ。この女の子二人を授かったのは、この元夫がいたからっていう感謝は変わらないじゃないですか。離婚しようが何だろうが、この人じゃないと、この娘二人はできなかったっていう感謝をするために、ここにちゃんと手を合わせに行くっていうのはやってます。だからここら辺を、だから昔の人ってどんなになんか、旦那がね、働かなかったりとかしても、あんまり離婚しなかったじゃないですか。で、なんでって周りから言われても、昔なんで離婚率が低かったかって、離婚してもこの人のところに入らんといけんからだよ。離婚できんよねってなる。だから大体我慢してたのかな、私も昔の人じゃないからわからないですけど。なのでそんな感じで、この質問、離婚した夫が長男で後々息子に仏壇ごとが来ないか心配って言ってたら、心配はとってもわかるんですけど、来ると思います。この道理で言ったらね。ただ人にはいろんな考え方があるので、それを信じるとか信じないとか、どうやっていくかっていうのは本人の考え方によるかなと思います。ということで今日はここまでです。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。